前回来ていただいた方からですね、みなちゃんの歴史というコーナーを設けておりまして、まあ、全然前回いらっしゃらなくても全く問題のないコーナーなんですけれども、まあ、いろんなことがありますのでね、なんか MC 何しようかなと思っていて、まあ、せっかくなんで、まあ、私のなんか歴史でも喋ろうかなと思います。前回はまだ保育園だったんですけれども、保育園というよりもうちは本当田舎なんで、田舎って保育所って言いません？違う保育所なんで、まあそれを置いておいてですね、まあその保育園の写真で2枚ぐらい覚えてるのがあるんですけど、なんか保育園はお昼寝の時間ありませんでした。
行きました。それでですね、幼稚園の思い出は、幼稚園って何歳です？5歳。将来なりたいものっていうところがあって、何を書いたでしょう。ピンポン、早押し。いやあ、毎回やってくださいね。シワでした。そんなの、そんなの知らないです、保育園について。古い。続いて、マキさんどうぞ。いいですか。はい。クラス外違うの。あ、似てますね、似てる系ですね、マスガイとか。あ、俺と違います。ピバー、何でしょう。先生。違います。あ、待った、もしかして舞妓さん。舞妓さん知らないよ、幼稚園生は。ピバー、何でしょうか。ケーキ屋さん。あー、違いますね。意外と出てこないんですね。正解はですね、美容師さんになりたかったんですね。意外となんか普通な答えだったら、美容師だったら、美容師とかね、面白い答えだったら、美容師とかね、美容師とか、そうそうそう、美容師じゃない。普通でしたか。そうでしたか。そうそうそう、そう書いてたんですよ。そうですね、美容師さんになりたかった。結構こう髪の毛を言ったりするのが得意だったと思うので、それで幼稚園の時はなんか、ね、金槌でこうカン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 作るのが好きで、うん、大工さん、そういった感じのものが好きですね。カーペンター。ではそのままくいかした。それでは何がいいですかね、次。なんかこれあれですね、曲順を入れたら、曲を入れたら曲順が出てくるっていうリスクね、そういうソフトをぜひ開発してほしい。というわけで、ワンセット目はのんびりのんびりいきたい
we need.